皆さん、こんにちは。リピートコンサルタント、横田修林です。今日お伝えする話はこちら。リピーター作りの仕組み100事例に入りきらなかった事例を一つ紹介したいと思います。この本の中では、リピートする仕組みについて10の切り口で解説していますが、今日その中の一つ、習慣型について考えてみたいと思います。はい、では早速ですが、こちらをご覧ください。はい、先日ですね、セブンイレブンに行くとこんなものがありました。セブンイレブン限定ということで、おそ松さんクリアファイルプレゼント。キシリッシュですね、2個と、を買っていただくと、お好きな英語のクリアファイル1枚を差し上げますっていうもので、実際にですね、こちら、今回のためにあまり僕食べないんですけど、キシリッシュ、の二つのね、ガムとですね、こちらのクリアファイルを、いただいてきたわけなんですけど、これね、実は、習慣型っていうのを利用したリピートする仕組みなんですよね。どういうことかっていうと、例えばこういうクリアファイルとかっていうものは、身近にね、持ち歩いてるものじゃないですか。みんなが、なんかね、こう、書類入れたりとかしてよくクリアファイル持ち歩いてますよね。たくさんありますよね。これを、プレゼントすることによって、お客さんの、いつも身近に持っているものの中に自分の会社名、商品名、サービス名が入ったものを持っていると、当然その商品のことを忘れないですよね。例えばセブンイレブンで買ったとか、このおそ松くんとか、キシリッシュを買ったっていうことを、忘れなくなりますよね。その印象付けをするために、このような習慣になっているものにどうやったら自分の会社名を載せるかっていうふうに考える。これがリピートする仕組みの考え方なんですね。だからみんながクリアファイル、例えば下敷きとかね、もう使わないですよね。だから下敷きなんかを配っても、みんな使わないも配っても意味ないわけですね。今みんなが配っているもの、持っているものの中で、非常にね、反則物としても、安くできるのが、このクリアファイルじゃないかと思うんです。クリアファイルを、自分のプリントして作ることも今できるので、クリアファイルとかね、例えば iPhone ケースとか、こういったものをね、作っていくっていうのが、反則方法としてあるわけです。例えば、お客様にですね、何か、通販で物を送ったときに、例えば何かね、納品書とか、領収書とか、もしくは何かね、お手紙とか入れるときに、こういうクリアファイルに入れた状態で送ってあげる。そうすると、お手紙は捨てちゃうかもしれないけど、これをね、持っとってくれれば、お店のことを忘れない。ここにね、会社名、サービス名、URL とかね、QR コードをつけとけば、覚えてもらえますよね。そういう工夫しましょう、ということがリピートする仕組みですね。リピートコンサルタント横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。